定には多いし、困惑です。不慣れなポジションではありますが、陰線にチャレンジです。左右へインコースから1番2番3番4番5番6番です。第2レース、スタートしました。4コースからトップタイミングが4号艇水野、3コースも行く、2コースも行く、2号艇原田が2コースから攻めの構え、その外から3号艇の大橋が内を向かける、間を突こうと、こちらも1点、号艇水野が旋回バックへ入りが、リードは一定浸透、2号艇原田が一旦先頭近い状況で、3号艇の大橋、その内側から5号艇の中村、エシュールマークの旋回です。スタートは正常でした。トップ旋回は2号艇の原田、インからは3号艇の大橋、すぐ外に振り詰め5号艇中村、内を通った、フルに回して4号艇水野が旋回ホームセッチへ帰る、先頭リーダー後手新と2号艇原田、2番手は3号艇の大橋、外3番手が4号艇の水野、3艇並び2、3、4となって2周目に移りました。内側4番手から5号艇中村も接近しております。2番手はセンターから先に行く3号艇大橋、握って回って4号艇の水野、前を伺っております。外から来た4号艇の水野、インコースを踏ん張って3号艇の大橋、3号艇4号艇中村、2人がラフ状態、時計らを通過、2コーラル旋回に入ります。先頭は2号艇の原田が独走、2番手はインから3号艇の大橋、4号艇の水野が外を回ってホームセッチへ帰りました。アウトサイド少し膨らみ加減の4号艇水野ではありますが、現在ほとんど並走模様、インコースから判定車守っておりまして3号艇の大橋、依然追走競りは続いて4号艇の水野、3周回第一ターンマークの2番手の競りはインから3号艇の大橋、ここも外を攻めるんです。4号艇の水野が応戦バックへ入った、しかし内は踏ん張っています。1停車2停進と少しリード奪って3号艇の大橋、最終端幕もう一度狙いたいのは4号艇水の外側、ラストコーラー先頭は2号艇原田、今度はじわっと内に振ってへさきがかかりそうですが、絞って締めて3号艇の大橋が来る、くるっと来れるか4号艇の水野、アウトコースから安定し先行する3号艇大橋、しかし内も踏ん張って4号艇の水野、まもなくゴール、先頭2番原田五輪、2着争いはかなり微妙でありまして4番3番3番4番接戦の五輪、5番1番6番五輪です。